皆さんこんにちは2018年官業満館入門講座始めていきます今回は第一回ですね、えー、担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー、2018年の管理業務主任者マンション管理士の講座のですね、えー、まあ本来の、えー、ダブル合格講座まあ以下本講座 と呼ばさせてていただきますすがそれに向けてですねスムーズにその本講座の方に移行していけるように、まあ、車でいうと慣らし運転のようなイメージを持って、まあ、この入門講座は、ねまあ、用語でありますとかそれから文自体の読み方なども踏まえてですね、えー、本,講にとって本講座に移行した時に <laughs> 戸惑わないようにですね、まあ、基本知識を学んでいこうという講座です。 えー、あまりプレッシャー感じずにですねあ今からこういうことをやっていくのかなっていうまあ言葉が変えると軽いイメージでね聞いていただければと思います。それではお手元なんですが、えー、っと今現在私の手元には製本されたものがないので、えー、あれなんですけど皆さんのお手元には製本された入門講座こちらのテキストあると思います。 もちろん講座の中で中身はこちらもございますのでこういった形でねプレンターには示しておきますのでえ示していきますのでこちらのね入門講座のテキストをご用意くださいませえこの入門講座こちらの入門講座のテキストに沿って進めていきますそれともう一つなんですが入門講座とは言いつつですねえこの講座の中で早速ですが過去に出題された管理業務主任者マンション管理士の本試験で出題された問題を まあほんの少しですが解いてもらいますのでその時に使用しますこちらですね、えー、画面ではパワーポイントを示していきます2018年度入門講座お手元にパワーポイント画面集こちらがあると思いますのでまあこちら併用をしていただければと思いますそのパワーポイント画面集はですねまあ実際に講座の中でこういった形でですねあの示していきますのでまああの お手元に置いても置かなくてもね構いません、えー、ですのでまあ、参考あるいはお一人で勉強するときなんかは使っていただければと思います主にこちらのテキストですね、えー、失礼しましたテキストおよびパワーポイントを使って学習していきますのでよろしくお願いいたしますねはいそれではまあ、講座に直接入る前にですね、えー、若干この資格についてのね説明を踏まえて、えー、やっておきますので、えー、本講座に関してはまあ、えー、入門講座に 合わせてまあ、この管理業務主任者マンション管理2つの資格ですね。どういった資格なのかという説明。あるいはもちろん勉強するということなので、試験があります。どういう形で試験が出題されるのか？まあ、どういう目線でまあ、もうちょっと言うと勉強していかなきゃいけないのか？っていうこと。 そして、そうですね、その具体的な勉強方法などなども踏まえてです、ねまあ、いわゆる試験に向けてのガイダンスというものも、ね、最初させていただきますので、まあ、それを まあ約十分かからないと思いますがね、十分ぐらい程度話した後でですね、えー、まあ具体的に入門講座入っていこうと思います。ではテキストを使いながらですね、えー、そのテキストの一ページ目第一講座ってはじめにとあります。まあこちらにですね、こちらの管理業務主任者マンション管理士についてのですね、まあ資格説明がありますのでこれ沿ってね行きましょうか、ね、まず一ページ目ですね、入門講座のテキストの第一講はじめとある。 関数字1番で、管理業務主任者マンション管理士とはとありますね。<laughs> まあそもそも論になってしまいますが、マンション管理とその抱くのは現況などなどがこのページには記載されております。あまり私このテキストなどをそのまままるまる読むのはあんまり好きじゃないのでね、私の言葉に変えさせていただきますけど、ざっくり言ってしまいますとこういうことが書いてあります。まあ、現在においてもですね、マンションはあります。昔からありますが、あの。 戸建てと違って特殊な構造をしているんですね。マンションに関しては、えー、まあ例えばです。自分で持っている101号室とか102号室の部屋、まあこれは通常の戸建てと同じなんですけれども、隣との関係を見ますと、戸建ての場合は空間があって壁があって塀があってってありますね。ところがこのマンションにおいては、隣との境がまあ言ってしまえば壁一つでちょっと特殊なあまあ境の仕方なんですね。 それからですねま個人で使う自分の部屋もある反面屋上とか壁とかはみんなのために雨風をしのいでるんですねそれから入り口あ、マンション全体の入り口になりますからいわゆるエントランスなどもですねみんなで使用しているところがあるんですよだからあの通常考えられるような所有形態じゃなくてちょっと変わった所有形態ですのでどうしてもトラブルが多く起こってしまうんですね きっちりした管理がされれていなければですねでそのトラブルはどうつながっていくかっていうと結局お金の問題につながっていくんですけれども、まあ、それを管理するためには、えー、やっぱり専門知識はいるでしょうそれから、えーまあ、住民同士のコミュニティ形成も必要でしょうっていうところなんですが人間反面エゴや、まあ、自分の、ね、主張主義などがちょっと強い傾向にありますので、まあ、どうしてもなかなかうまくいかないということなので、まあ、現在は 多くのですねマンションが外部にこのマンションの管理を委託している状況です。でそのマンションの管理を委託している状況の中でもまだまだトラブルがあるので、えー、まあここでですねやっぱりマンションに関しては、えー、まあ専門的な特にトラブルが起こると最終的な解決は法律となりますので法律的な資格者である管理業務主任者 そしてマンション管理士の、えー、まあ二つの資格を作ったというところなんですね。比較的、えー、この二つの資格とも若くてですね、えー、今世紀すなわち二千年、えー、正確に言うと二千一年ですかねに入ってからのものなんですね。えー、まあ制度も資格もまだ二十年弱のものなんですけれども、まあ今後の見据えて、えー、マンションの管理に関する法律的な専門家これが管理業務主任者マンション管理士ということとなります。 ね、で、えー、そのなぜ、まあ、法律的な資格者、まあ、専門家を置いたかというとどうしてもトラブルになってしまうというそのですね目線がですね次のページの方がわかりやすいかと思います二、まあ、ページ目ですね管理業務主任者マンション管理士の役割としてあります でこちらの図を使っていった方が少し分かりやすいと思うんですが登場人物としてもですねここから先マンション管理組合ですねこちらはマンションに住んでいる住民さんたちで、まあ、形成される団体ですね。えー、本来はこちらの管理組合、えー、自体がマンションの管理をすべきところなんですね。えー、ところがやっぱり、えー 自分のことについては非常に興味を持っているんですが団体となって、壁やあこちらのマンション会社ですねもしこちらにマンションがあったとしましょうねでこのマンションについて自分の部屋の、えー、ことはすごく関心あるんですが隣近所はあんまりです、ねえー、関心がないそれから、えー、とどうしてもみんなで使っているところは無責任になりますというよりもそもそもマンションの管理自体に無関心な人が多いんですね。 ああるいは人任せであったりえすそこで、まあ、どうしても、えー、と自分らで管理できない状況になっていきますのでそのマンションの管理の、まあ、専門、うん、業者である管理会社、まあ、以降管理会社とさせていただきますがこの管理会社にマンションの管理委託を結んでいることがほとんどなんですね。そこで どういう状況になるかっていうと、えー、一方の管理組合側は先ほど言ったように無関心であるし人任せでありますし、まあ、それから、えー、そうですね、えー、と法律的なところで、まあ、知識に薄いところがあります。まあ、だからこそ頼んでるんででるすが 結局その無無知や無関心に付けけむ業者も多数あったわけなんですね。今現在においてはそういう業者は非常に淘汰されてなくなってきておりますが歴史を踏まえるとやっぱり無知や無関心につけ込んで、まあ、例えばどういうことをしてきたかというとこの管理会社としてはですね、えーまあ、不要な管理ですねあの無駄な管理をわざとやってそしてごっそりこちらから管理委託料をいただくとか。 あるいはその管理委託する中でですね、えー、自分の窮地の業者、まあ、例えば マンションの管理になりますと清掃業務やいろんな業務を下請けに出していることが多いのでえそういった点でですねまあその清掃会社などなどとですねちょっと悪いつるみをしてそしてえまあ金銭的なところで少し不正を行ったりあるいはもう単純な使い込みですねえ通常マンションを管理する上ではですねえ管理費や修繕積立金というまあ金銭をまあ日頃から徴収したり積立したりしているところなんですがそれが実を言うと管理業者のもとにあったりすると やっぱり人間、間が差しますね。そこで、まあ、これもごくごく一部ですかね。 えー、横領とか使い込みっていってた、ねまあ、不正事件も起こってますあの管理業者自体がやったこともありますしそれから一人一人の担当者個人の問題でもあるしそれから時折ですねこちらの管理組合の代表者理事長なんかと一緒になって不正なこともやっていったのでまあここから先はですね、えー、あまりにも問題が多かったので、まあ、2000年代に入るか入らない頃からですね 今までみたいな不正が起こらないようにまずですね管理組合の皆さんこれからは人任せじゃなくてまあもちろん最終的には管理業者に任せたにせよ人任せにせず自分らで意識を持ってマンションを管理していきましょうねという形で法律を作ったんですね。それとともにまあただ 一般の管理組合の人たちに向けては、まあ、法律を作ったといっても、まあ、ある意味です、ねえーまあ、指針とかそういうことになりますけれども、えー、やっぱり、えー、こちらの、ね、管理業者の方あなた方、えーまあ、あまり知識の疎いそれから無関心で無責任な人たちのから委託を受けてれてるんだからといって。 不正なことをしないでくださいねっていうことでこの管理業者を規制したくなったんですね。そこで規制をするためにこれはまあ、えー、本講座の中ではしっかり学んでいきますが管理業マンション管理業を行おうとするときは、えー、2000年に入るまでは自由にできたんですけれども2000年に入って以降はすいませんこれからマンション管理業を行いともうとするときはちゃんと国の登録を受けて行ってください登録を受けていない以上はマンション管理というなりわいをしてはいけません。 という制度に変えたんですねで、えー、登録を受けなければなりわいをできないということは登録させた上で、まあ、国のの監督にに置くのででで、まあ、悪いいことできないよううししてしまうんですねでそこで、えー、形だけ取っても仕方がありませんのでまず管理組合の方からですね、えー、自主的に管理の意識を持ってもらいたいその時にはどうしても相談先が必要だということでマンション管理士という資格を一緒に作りました。 はいえーまあ、それまでもいろんな法律的なトラブルがあったらです、ねえー、弁護士やその他、ね、まあ、建築士などなど、まあ、専門的な人,が人々にです、ね、相談という、えーまあ、道はあったんですがいかんせんその相談を受ける方の弁護士や建築士などなどなどの方、まあ、会計もそうなんですけれどもあんまりお金にならない相談なんですよ。わかかりますかね、えー 商売的なことをもらうんであればかなり報酬としてもらえるんですけれどもまあまあ言ってしまえば新規な管理組合におけるトラブルなんかをまあ相談乗ったところでそんなに大きく法律専門家としては設けられないんですねまあ、弁護士なんかが典型でそうするとまあこれ断る自由はありますので相談を受けてもまあ,まあ当たり障りのない 返しととととかかあるいいは拒絶とかということでなかなかそうすると管理組合側からもですね相談愚痴がなかったところがあるんですねそこで新たにいやここから先はマンションに特化したマンションの法律的な専門家という形で置いたのがマンション管理士です。一方 管理業務主任者の方はですね、えー、管理業者、まあ、ここ登録制にして規制を入れていく中で法律的なまあ責任者ですね、まあ、これを一つ管理業者としてなり合いをしていくんであれば一定人数置いてもらおうということでそのなり合いをするための資格者これが 管理業務主任者です具体的にはこの管理組合と管理委託契約を結ぶ時に重要な事項を説明したりですねそれから契約しますその契約書面に記名を押印したりあるいはえ管理の事務をやっておりますのでそれに対する報告ね、まあ、こういったことは勉強して法律的にたけてるこの専門家である管理業務主任者しかできないという形で資格を作りましたという話なんですね。で少しすりません 話が長くなってますがいずれにせよマンションの、えー、管理における専門的法律的な資格者なんですねですからまあ、どちらも、えー、と勉強すべきところそれから目線に関しては一緒なのでほぼほぼ この勉強の範囲というのは、マンション管理士管理業務主任者としては一致しております。まあ、目線がですね。相談、それから業務をしっかりこなしていくということで、目線が少し違っていくので、まあ、若干の違いはありますね。まあ、えー、それから、えー、試験の難易度もあります。けれども、もまあ、やる内容としてはほぼほぼ一緒なので、まあ今回まあレックと。まあ、これは毎年なんですけれども、ダブル合格講座ということでですね。一緒に勉強していこうということで、ええ講座を置いております。 はいまあえー、さらにまあマンション管理者、管理業務主任者の、ねえー、具体的な仕事内容などなどはです、ね、本講座の方でで、ね、詳しく説明をしていって、まあ、それが実際に試験の範囲内容とはなっておりますか,、ねえー、概要ですから、えーまあ、具体的にまあ試験についてなんですが少しどういうふうに取材されるかというとです、ね、試験の具体的な内容に関してはテキストページ進んでいただきますと失礼しましまた、えー、3ページ失礼しましたね。 五ページですね。ごめんなさい。五ページ。それからこれが管理業務主任者としてまあ試験科目が上がっております。それから六ページですね。次のページ開いていただいて、こちらがマンション管理士におけるまあ試験内容があります。で、すいませんが、コーでどちらの試験においても五十問で全五十問です。から四四択一です。 ある意味その点は楽です。四、えー、つの足の中で一個選べっていうものですね。正しいものはあるいは誤っているものは、まあ時と場合によってはですね、正しいものはいくつあるか、まあ一個か二個か三個か四個数えなさいというものもありますが、いずれにせよ四試着一ですね。まあその点においては勉強しやすいと思います。奇数などなどはありません。がその分あのどちらも、えー、ちなみに合格率で言いますと管理業務主任者の方は、えー、約二十パーセント強。 えー、マンション管理士に関しては合格率に関してはまあまあ7パーセント8パーセント前後となりますので、えー、そう考えるとふるいにかけていく試験なんですねそうすると4択の中でふるいにかけようとするとどうしても引っ掛け問題とかを作って落としていかなきゃいけない試験なんですねその辺の取り組みが結構しんどいところではありますね、えー、4択1つということでは非常に得意、えー、取り組みやすいんですけれども。 落とす試験ですので、まあ、その辺の癖を、ね、最初につかんでおく、えーまあ、いかにです、ね、最初からはあれですけれども試験の、ねえー、実際の試験日までにはその引っ掛けのパターンとか,とかを、まあ、つかんでいくこと、まあ、これが勉強においての大きな目線でおります。 それともう一つなんですが50問の出題の中で4択で高得点は求めておりませんというよりも合格点がほぼほぼですね6割今日から7割すなわちまあ年によっては変動しますがその変動の中でまあおおよそ7割前後のところに集まっておりますのでそうすると逆に言うとですね 10問程度はですねやっぱり、えー、落とせるわけなんですね。で その勉強の中ではどうしても一番大切なことは、まあ、ここから約1年、まあ、かなり長丁場となりますけれども、まあ、誰だってまあ家庭のことも仕事のこともあるいはその他のこともあって勉強ができない時時期期とかかそれから休んんでででしまう時期あるんですね、まあ、でも最終的には続けていかなきゃいけないということになりますとですね、あのーまあ、どうしてもえその問題特訓に関してですね、まあ、どういうふうにやっていけばいいかということもあるんですけれども、まあ、その中で一つの目線ですがあまり 完璧を求めると逆に失敗はします。完璧。えー、だって先ほど言ったように10問は落とせるんですからね。まあ、その辺の取捨も一つ問題となるんですね。その辺もやはりま過去問などをやってですね、あるいはレックがお手元にある過去問集などにはですね、あの正解率などがありますので、まあ、みんなが取れる問題をまいかに50問のうち7割程度取るかっていう、まあこれも一つの対策ですのでね。えー、まずそちらをま思っていただければと思います。はい。えー、で。 最後なんですが具体的に出題される内容としましては「えー、っと管理業務主任者」が戻って5ページに記載されております「えー、マンション管理士が」が、えー、6ページに記載されておりますがあの分類の仕方だけ違ってですねおおよそこういうイメージ持っておいてください。えー、どちらも法律的な問題としてまあまあ約 6割程度ですねですので50問のうち、えー60えー、ごめんなさい30問、うん、程度が法律からの問題ですただその法律はかなり多岐にわたっております今日少し触れていく民法や区分所有法それからマンション管理適正化法うんぬんかんぬんってですね、えー、結構な分量はありますそれともう一つが会計ですね、えー、会計、えー、これはですねマンションのトラブルは結局はその管理しているお金をどう えーまあ、しっかり管理していくかっていうところになりますので、まあ、会計に関してもやっぱり、えー、主題があります。まあ問題数でいうと管理が面白い社で、まあ、5問出ればねっていうところですかね他の周辺知識も踏まえてですね。えー、で残りの3割すなわち問題数でいう15問程度が今度は設備の問題なんですね、えー、建築設備です。 でですのでざっくり言ってしまいますと法律で30問会計で5問そして15問がこれが建築設備という形となります。でどちらかというとごっそり取ってほしいのは法律なんですね。なぜ取れるかということはですが答えが結構明確に出るところが多いんです。完璧にはなりませんね。 ところが建築設備になりますとあの法律できっちり決まっているというところがあまりないので、まあ、ちょっと実務上のものもがあるんですねそうすると、まあ、探す文献も広いしそれから範囲もとてつもなく広くなってしまいますのでここは、まあ、ちょっと我慢の科目じゃありませんけれどもなるべく、えー、大失敗しないように、まあ、最低限過去問のところから、ね、落とさないような目線という形で、ねえー、見ておいてそれぞれあの特徴があるし得て増えてもあるんですが。 あまりこういう考えを持たないでください。あのー、例えば私法律全くやったことないんですけど大丈夫でしょうか。まあ反対に会計なんかカーノ字も知りません。それから建築設備って言ったって、えー、本すら読んだことない。まあそういうどれあると思うんですね。結構多いのが一番最後の建築設備なんですけれども、あのー、経験あるなしとか勉強あるなしっていうのはあんまり。 アドバンテージ、うんうん、感じにはなりません、まあ逆に言うと、えー、不利益になるものではありませんのでまあ結構皆さん一からのスタートですしそれからですねそれぞれの項目ですね、あのー、ちょっとマンションに関する法律とかマンションに関する会計とかマンションに関する設備、えー、それから、えー、建築などになりますとあかなり 特殊ななものなんですねだから結構知識が邪魔すするところもあります、まあ、そういうふうに考えるとあんまり初めてっていうところのえ、まあ、不利益はありませんのでその辺は心配なくですね、まあえー、最終的には、まあ、1年先の試験に合格するということを考えるとですね、まあ、どういう人,人たちが合格するかっていうとコツコツ、えー、あまり休みなくそして、えー、続けてそして、えーまあ、もし途中で頓挫してももう一回再開して最終的には あの素直に過去出題された範囲の中からであったら6割から7割のところを理解してそして最終的にはまあそれぐらいの問題を回答できればっていうだから結局最後に笑っていきますのでねえまあその辺も踏まえてまあ学習のねポイントとねえ少しイメージしていただければと思います。 まあ科目ごとのどの辺を項目立ててやるということはね具体的には本講座のほうに入ってねもう一度説明いたしますのでまあ今回についてはまあ管理業務主任者マンション管理同時資格試験からという程度のねイメージを持ってくだされば結構です。はい、それではまあまりガイダンスばっかり続けてもあれなので早速中身に入っていきたいと思いますが今回前半まあ第一回失礼しましたね第一回に関しては主に法令系テキストページでいきますと、えー 標準管理規約、まあ、25ページまで進めていきます予定ですので、まあ、そちらへん、まあ、最初の項目である第2項ね法令というところを見ていただければと思います主な内容がですね、えー、最初見ていただくこちらの民法ですねそして区分所有法というまあ2つの法律、まあ、この資格試験管理業務主任者マンション管理士どちらにおいてもまあ肝中の肝をなす 法律なのでですね、まあ、この2つの法律に関して細かいところまでは突っ込みませんが一応の概要とそしてどういう目線で勉強していくか,、えー、かっていうところね、まあ、それとまあ極力初めて出てくるような、えー、ことに関しては用語などもね説明しながら進めていきますのでよろしくお願いします。ではテキストもう一度7ページですね、えー、こちらの第2項、えー、法令とあります。で関数字1番で、まあ、ここからはですね多少ですね、えー、この辺が重要ですよっていうところも踏まえてね アンダーラインなどを引いていきますので、まあ、復習などなどする時にはお使いくださいませ。で。若干テキストにね。書き込んだりしていくところもありますので、まあ、その辺はまあ画面を止めていただいて書き込むなりしていただければと思います。まず、テキストに乗って進めていきます。民法とはとありますね。で、試験の出題で言うとですね。まで、あ、ね,ね。若干の違いは出てきますが、民法そのものでだいたい789問ぐらいでしょうかね。 えー、管理業務試験者ね、マンション管理士においてもほぼほぼ同じぐらいの分量です。そう考えると50問中のうちのま10問いかない程度なので、じゃあそんなに重要かっていうとですね、いや重要なんですね。まあ、もちろん7問8問9問という問題数は確かに多いということプラスですね、あのこの民法というのは。 すべての法律のベースになるところがありますので、まあ、結局この後もう一つの法律区分所有法という法律をやりますがそこを勉強する時にはこの民法が分かっていないと多少話にならないところがあるんですね。 えー、それから他の法律に関しても、まあ、民法という法律があってそこを修正していったりする法律がありますので、まあ、例えば借地借家法ですね、まあ、こういう法律もありますのでそのベースとなるところなのであの出題数自体よりもそうですねあのこの民法の知識が関連するものとしてはもう 四割程度、すなわち二十問以上が、この民法がどうしても関連するものだと思ってください。だから、試験では、やはり一番最重要テーマとはなりましょうかね。で、ですまずは、えっ、ー、と、どういう法律かっていうところなんですけれども、こちらの一、二、三、四行目ですね。民法とは、とあります。 まあ、上記のような計画などのここですかね、えー、詩人間の一般的な法律関係を規律するものです。まあ、これが直接的な試験に出るというわけではありませんが、考える上でですね、えー、ちょっと重要なので詩人間の一般的な法律関係を規定する法律です。 まあ、おそらくこの民法という法律を聞いたことがある方はほとんどですし一部であったらそのの民法の中身を理解していいるかとは思います例えば、えー、この民法は具体的には契約所有不法,不法行為家族、まあ、こういうものが規定されているんですが一番下の家族なんかっていうのは、えー、例えば相続経験された方なんかはあその時民法の規定がこうなってるとかっていうので少し勉強したのかなっていうのはあるとは思います。 えー、もちろんそれだけではありませんけれども一般にまあこれちょっとねテキスト的教科書的な表現なんですが、えー、も,う少しもう少し突っ込んで言いますとこの民法なんですがどういう法律かっていうとですねあの少し乱暴ですが大きく法律を2つに分けますと。 1一つが、えー、いわゆる私法としてですね、私、まあ、人間とあるように、あのまあ、一応、日本の、えー、社会は自由境内ですので、自由があるとどうしてもそのの中でですすねね人間同士のトラブルがあります、ね、そういった時にトラブルが起こった時のルールを規定しているのが、この代表例としては民法、まあ、いわゆる私法、司法とか呼んでおりますがね。もう一つがですね、えーまあ、その他に司法とすると、この民法や、きょあやる区分所有法などがあります。 まあ単純にえ何かあった時のルールを定めておるんですね。で一方もう一つの法律として上がるのはえ公法、すなわち広報ですね。広報は本来自由な社会である日本でありながら規制をしていく法律があるんですね。まあ、例えばです。えー、まこのえ資格試験でも出てくるような。 建築基準法とか、えー、あるいは都市計画法とかね、まあ、これどういう法律になってるかっていうとです,本来自,由なんです自分が持っている土地なんですよ自由なはずなんですがあんまり好き勝手なものを建てられると隣近所あるいは自分自身の、まあ、生命などに、えーまあ、これ危害が出てくる可能性があるので。 例えばあまり狭い土地に関しては建築物は建てれ、まあ狭いというかね、えー、道路などに面していないような土地には建築できませんとかっていう本来自由であるものを、まあ、広い意味で公共の福祉などなどの観点から規制をしているものなんですね。これれと大きく分けられておりますで 規制する法律は他にも多数あって、まあこの、えー、試験で考えるとマンション管理適正化法とね、これはマンション管理業者を規制する法律だったりするんですが、まあいろいろあるんですが、それに比較して、えー、規制する法律じゃなくても、も単純にルールを決めているのがこの民法なんですね。ただしもう一つ考え方の中であってですね。 あの民法、まあ、いわゆる私個法はこういうルールってガチって当てはめませんとにかく自由にさせといて何かトラブルがあって自分らでルールを決めてない場合は最終的には民法この法律によって、えー、事件などを解決してくださいっていう、まあ、最後に最後に出てくる、まあ、ルールブック なんですね、ということは、まあ、逆に言うとですね生きていてですねトラブルあったとしてもですね、まあ、話し合いで解決するとかそれから最初から自分らのルールを作っておるのでるは民法などは基本的に登場の場面はありません。えーまあ 言ってしまうと何も取り決めない場合の最終的なルール、まあしかもですね、まあ目線がトラブルあった時にどういうふうに解決するかっていうルールなんですね。えー、それが民法のイメージ持っておいてください。そうするとまあここからまあいろんなところが出てくるんですが、基本自由な私生活をまあ規律するんじゃなくて何かあった時のトラブルの解決これが載っているのがまあ民法だと思ってください。 でこの後を見る区分所有法も観点で言えばその通りなんですが、えーまあ、想定されていないようなことがです、ねえー、昭和の時代の後半になって大きなマンションとかでき始めるようなことになりますので民法だけではです、ね、どうしてもルール解決ができないだろうということで、まあ、マンションに特化してです、ね、その時のルール解決を定めたのが区分所有法建物の区分所有に関する法律、まあ、こういうイメージを持っておいてください。 で、まあ、直接これは試験にも関連していくところなんですがその民法に関しては、まあ、これ以外にももちろんありますが、まあ、大きく4つに分かれて、えー、まあ今回民法の講師を見ていこうとするんですがまず1つ目として契約ですね続いて所有不法行為家族となりますが今回家族はちょっと割愛させていただいております。試験的にもあんまりですね重要なところではありませんのでそれから不法行為に関してはまあ一言二言ですが、えー、主にこの「 契約と所有についてね、まあ、今回鳴らし運転の中でのまあ中身見ていきたいと思うんですが本来少しちょっと書き込みましょうかねこちらの民法で定められている契約というのはこういう原則があります、えー、原則なんですがねこれは契約というのは本当は自由なんですよというところがこれが民法のまあ一つ目線ではあります契約は自由です これどういうことを言ってるかっていうとですねまず2つの目線ありますかね契約は自由ですよっていうのはですねあのまあ一応この先ですねあの主だった契約の中身のルールは書いてあるんですがどのような契約を当事者で結ぼうがこれは お互いに納得の上で決めていただければ、基本的には自由です。まあ、例えば人を殺してくれはい、わかりました。こういうのは許されませんが、何々をいくらである売るというのは、こういうのを中身は全くもって自由っていうところなんですね。それからまあ、元に戻りますが、まあ、そもそも。 契約をするかしないかも自由なんですね。えー、こちらからこれをいくらかで買いませんかって振ったところで、いやそんなもん高いって言って断る、この断る自由もあるんですね。まあ、その2つに見合いで中身をどうするかっていうことと契約をするかしないかっていうのもこれも自由に任せております。まあ、これが基本的な目線ですね。あのー、最近これ言い悪いは置いといて、この法律的な観点から親と思うのが例えば。 NHK の受信契約は結んだことになりますあれちょっと法律的なことを考えるといや自由なはずなんだけどなもちろん契約結ばなければ NHK を見ることはできませんけどねちょっとちょっと疑問にって思うところですそれはまあ逆に言うと、えー、これ民法というのは私,私のまあ中では契約を結ぶも結ばないは自由というところから始まっておりますまあそれ考えるとねえー、ちょっと疑問になるところも結構出てきますかねはい。 えそれからもう一つが所有ですねはい所有に関してはこれ原則まあちょっと言葉を言いき過ぎかもしれませんが、えー、所有というのは結構絶対だという所有というのはね、えー、よく絶対的だと言われてますまあ絶対というのはですね言葉ちょっと捉え違いしてしまうかも分かりませんのであの一番強いというイメージを持っておいてくださいあの土地でも建物でそこに所有権を有していれば最終的には一番強いんですね え最終的には私の持ち物だと言えることで、まあ、例えば自分が持っている土地にですね何らかのえ団地物があったらそれをどけてく,どけてくれという権利もありますしそこを使ってる人に対してはねどれだけの利益を得てるんだからこっちにその不当な利益をこちらに渡してくださいというようなことも言えますす、まあ、こういうういいのが所有ですねただ一つ二つっていうかかなりり例外はあります。 例えば、えー、契約に関してなんですが先ほど自由と言いましたがさすがにピストルを撃ったり買ったりという、えーね、契約などはできません、まあ、こういうのは公序両俗に反するとかといって、まあ、規制されることはもちろんありますそれから、えーまあ、ちらっと言いましたあの公,法公法になりますと、まあ、農地なんかでは自由な売買はこれできません。えーまあ、そういう規制はあるものも基本的には自由だと思ってください。 から所有なんですけれども基本的には一番強いんですがもちろん自分の所有物といえども誰かに貸し付けていたりするとまあ、これは自分は使えなくなりますしね、えー、まあこれはまあもちろん規制がある中で、えー、言われているところなんですけれども一応目線としては自由でありまあ、所有権は絶対でありますそれから不法行為に関してはまあ、この基本がありますねこれももちろん原則なんですが行為ないしは過失があるときに責任を負います 恋または過失ですねわざととかあるいは自分の失敗であった時にだけ責任を負うということでよく「恋過失責任」まあこういう原則があります。もちろん、えー、例外はあります。実を言うと 世の中でたまにですね全くがななないいいのに、にあある人に損害賠償しけければいけないこともあります。まあ、そういうのもありますが基本的には故意、えー、すなわちわざととか、えー、過失すなわち自分の失敗で犯したものだけ責任を負うということなんですね。で試験の目線ではですね結局こうは言いつつ契約と言っても自由じゃない例外が結構出てくるんですよ。 から所有権原則絶対だと言ってもその例外が出てくるんですねそれから不法行為原則故意化した責任ですよと言いながら実を言うとその例外が出てくるんですがあの逆にその例外例外っていうのを覚えすぎて原則を見失うことがあるのでまあその時に時折振り返ってくださいあの原則って結構大切で試験ではその例外がよく出題されるところなんですが。 結構重要なところそれから決定的に差が出てくるっていうのはこの基本を押さえてるかっていうところもあるのでね、まあ、その辺はちょっと意識してみてくださいですね。はいでもちろんその原則があるからこそその例外がちょっと特殊だっていうところね、まあ、余計見えてくるところもあります。まあ、こののの辺ははねね、えー、ままま本講てた伝えていきますすでです、ね、で 民法に関してなんですがあまりちょっと、えー、抽象的な話ばっかりになりますので少し具体的に突っ込んだこの契約についてね考えていきたいんですけれども契約ですね、まあ、どちらかというと民法出題の中でもこの多くを占めていくのが契約ですでよく契約って何ですかって言うと聞かれることがあるんですが、まあ、簡単に言うと約束事ですよね。 A と B で約束しますねそうすると約束を交わしたということは何のために約束するかというと。 何かやってもらうという義務を発生させるんですね。まあこちらで言うと期待、えー、権利ですよね。これ権利を発生させるため、これが約束すなわち契約だと思ってください。まあ具体的に言った方が分かりやすいと思いますので、せっかくですからこちらのテキストの図ですね。A さんと B さんがいて、実を言うと例えばお客さん A、えー、本屋 B まあこちらの B さんが本屋さんですかね。まあ分かりやすいように書いておきましょうかね。本屋さんですね。 で、えー、こちらの人がお客さんですね。えー、A さんが B さんの本屋さん行って、えー、本を買ったんでしょうねおそらくね、えー。そうすると、えー、どうなるかっていう契約がもし成立すると A さんの方としてはねせっかく買ったからこういうことで出てくるんですよ。えー、買ったもののこの本の引き渡しこういう権利が出てくるんですね。ちょっとと、と言葉が分かりやすすいいいよううううにしますと本の引き渡せというね、えー、こういう権利が A は B に対して言うことができます。これ一つ一つをですね、えー、まあちょっと法律的な用語なんですが、債権と呼んでおります。本を引き渡せっていう人に対して言える権利なんですね。まあちょっと言葉分解しますと、人を責める権利とでも言いましょうかね、えー、債権ですね。A はまあ契約が成立すると本屋で本買うとですね、契約成立してそこで本を引き渡せと言えるんですね。 一方片一方だけにそういう権利が発生するわけじゃないですねこの B の方としてもですね売った以上は何らかの利益があるから売るんですよねそこでこの B についても何らかの権利が出てきてるはずなんですね、まあ、書いてあるように2000円で本を売った場合はですね B は A に対してこの代金2000円の支払いをせよ支払えということが言えるんですねこれが一つ B の権利すなわち債権ですね 見にくってすいませんでした債権と。債権が発生しております。ということは1つの契約が結ばれるとここで債権債務、えー、これは2つ発生するんですねでちなみに私今債務と言いましたが B からの目線で金払えという債権は逆に言うと A から見るとこれは責、えー、められる債務となります。むすいい、ません。カ、えー、カタカナで。はいえー B から見るとこの本を引き渡せという部分については債務となるんですね。ということは1つの契約の中で売買契約などはですね、えー、債権債務が2つの目線で発生しております。これがえー、なかなかとなりますと契約なんですね契約です。これ、あのー、ちょっとと、分解しますと 契約を結んだからこそ A は B に対して本引き渡せと言えるんですね B は金払えと言えるんですねで簡単な話ですこの契約から発生する債権債務この債務を履行果たさなければこれ後ほどちらっと見せますが損害賠償金あるいはこの契約自体を最初からなかったことにしましょうということで解除権 というのが出てくるんですね。まあ、それをために結ぶのが契約だと思ってください。あの、もうちょっとまとめて簡単に言うと人にですね。何々せよという権利を生むのがこの契約だと思ってください。そうするとですね。こんな契約がですね。いきなり。 ここの人たちが関与しなないいところでで結ばれるわけないですね。あくまでも契約は自由です A の意思と B の意思、まあ、これぞれでだから片一方が拒絶したらこれ契約などは成立しませんのでお互いに納得の上でですね、えー、本来の、まあえー、義務を立候補してもいいですよということを踏まえて結ぶのが契約だと思ってくださいその契約が成立するから初めて債権債務が発生するということとなるんですねまあそのためです,そこで,ですね、結構揉めて、 この民法というのは最終的にはトラブルがあった時のまあ裁判上のルールでもあるんですねそうするとですねそのトラブルの発端で意外と多くあるのは金払えたって本引き渡すだっていやそれ契約成立してないんじゃないかなっていうトラブル結構あるんですね例えば典型的なものは言いますねこういうものは契約が発生しておりません例えば A がお客さんとして行ったんですけれどもたまたま 親戚の人に、えー、2000円のお年玉をもらった3歳児がですね、えー、3歳児ですよがですねなんか面白なそうなものを見つけて、えー、おっちゃんのところに持って行ったんですねおっちゃんのところ持って行ったらですねおっちゃんはこの人買おうかなと思ってるんで,で2000円握りしめてあ買うんだなと思ってこのおっちゃんの方があその2000円こっちにちょうだいって言ってそれを渡したら本をあげたんですねこれ契約もちろん形上は成立しているようなんですが実を言うとここには 契約は成立しておりません、えー。答えで言いますと、自分の気持ちを相手に伝えているわけじゃないんですね。あのー、もうちょっと突っ込んでいきますと、えー、この契約というのを理解しないものが契約した契約のようなものをしたところで、これは契約などは発生しないしていかない。 というふうにつ,つながっていきます。それちょっとなんでかということと、もう一つはちょっとこの民法上の、えー、契約に関する考え方なんですが、次のページに記載があります。すみません。はい、えー、少し飛ばしましょうね。カッコ B 真ん中や,や下でしょうかのこの契約の成立結論からいきますね。契約というのはその原則として 当事者相互の意思表示の合致、この意思表示の合致、これがなければ結局成立しません。まあ、逆に言うと意思表示の合致によって成立するということなんですね。でです。まあ、少しばらしてみます。と、先ほどの3歳児の人は、えー、物事がどういうことかっていう理解がない。すなわち意思という。まあ、法律上の意思というのを持っていないですね。ということは表示が合致したところで。 すいませんがそこには契約が成立していないということとなりますこれですね考え方の大切なところですねなんて言いましたかね契約をするしなはもちろん自由でその自由な意思の中でお互いに望むと契約が成立していくんですねでそうすると幼児2歳児や3歳児のようなものもちろん形としては売ってくれっていうことができますが実を言うと 売るということ買うということの理解ができない人間などはこれはすいませんけれども買うという意思などは持てないんですね売るという意思も持てませんまあ、こういうものが、えー、ちょっと形のように発したところでこれは契約などは成立しないということですもうちょっと極論的に言うとまあ、例えばお金をあげるというのもこれも一つの契約なんですね今日一緒に飲みに行って今日のお題は私が持つこれもですね贈与という契約の一種なんですがグッてんぐってんを払っている場合ですね 意思のありませんよくいるでしょうあの飲み過ぎで次の朝財布見たら、えー、お金がないあれ酔っ払って意思がない中で渡してるんですよ。これは契約成立しておりませんとういうことか、うん、後で取り返したらいいんですね。 契約成立してない。まあ、これ実を言うと、法律論的に言うと、全く正しいという答えとなります。これ、意思、まあ、契約の成立のためには、この意思表示の合致。これが必要ですというところなんですね。で、ここは、まあ、これもいろんな考え方あるんですが、日本の民法はこういう目線でおります。まあ、契約するしない自由というところなんですが。しなきゃ、まあ、したくなきゃ、しなきゃ、したくなくていいということなので、逆に言うと、契約するのであれば、それを。 こうしてしなきゃいけない理解してしなきゃいけないっていうのを原則として持っておりますこれが契約成立の一つの場面なんですね意思表示の合致によって契約が成立するとなりますそしてですねまあ、これ例えば先ほどの例に当てはめますとこちらの本屋のね前のページに戻りますが本屋の例なんですが契約もしここで成立しますねでこの時の意思表示の合致の方法なんですが特に 形は問いません。 えこれまあ教科書的にはよくですね意思表示のガッチとして売り主買い主として売り主の方はですねえこれを本を買いませんか買い主の方としてはこれを売ってくれませんかっていうのでガッチとよく言葉で発するようなイメージあるんですが今一つのまあ本でも何でも売買契約の中であんまり売ってくれとか買ってくれとかっていう意思を発することはありません結構態度なんですねだからえお店にまあ本なり何なり物品を持っていく行為こそがこれ売ってくださいという意思表示なんですね。 それから、えーまあ、売るという,う、まあ、意思もですね、まあ、大体今はバーコードを示すようなこと、まあ、こういうのが一つの意思表示、まあ、表示の方法は特に問いませんというのもイメージ持っておいてください、ねまあ、ただし意思があることは必要です、まあ、これによって契約は成立するんですが、えー、もちろん中身についての問題もあります中身は特に、えー この A さんと B さんで決めて売買代金一応書いてある値段で重複するんであればそれでいいしじゃあこれで交渉の中で1500円にせよ1000円にせよってそれでお互いに合致すればそれもその通りの契約となるというイメージは持っておいてくださいですねそして一旦契約成立しますねそうすると今度はこの B さんが持っていた本ですねその所有権がこっち移るっていう効果が発生します まあ言ってしまえば契約が成立することによって B さんが所有していた本の所有権が B から A に移るんですねまあ、これも契約の一つの特徴だと効果と思うだからこそ権利が A のもとにえ入るのですいませんがその本を引き渡してくださいという債権が発生するという考え方も成り立っております、えー、契約が行われてそれがきっちり成立すると権利が移転するんですねはい 少し書き加えます8ページなんですが当事者の意思表示の合致によって契約は成立してさらにすいませんその契約の成立によってすいませんいろいろ原則原則って多いんですがね、まあ、ちょっと、えー、結構多いこともあるの原則契約 成立の時に。に。権利は移転します。移転することになります。 まあ本とかコンビニの弁当なんかも典型的にえ契約の時にですね権利が移転することとなりますがですねちちょょっと待ちましょうかねここまあ原則って書いてあるのはまあそこに意味があるんですがもちろんこれ例えば不動産の売買などはですねえ結構その取引するまあ契約の当事者において特約を付け加えることがあります。 あの契約は今するんですがすいません所有権自体はすいませんが1週間後に決済の時に移転するようにしましょうっていうね特約を結ぶことがあります。 これはどうなるかって言うんです。けれども、ここ考え方ははい。契約というのは自由ですので、2人で決めたんだったら、別にこの所有権。まあ、権利の移転時期をずらすことももちろん可能です。まあ、それに従ってくださいっていうことなんですね。で、もし何にも取り決めがなかった場合は、例え不動産といえ、ども土地や建物といえ、ども2人で取り決めなかったらすいません。けれども。この？ 原則通り契約成立に権利が移転するということで扱わさせていただいて物事解決進めますからねとということなんですねでここからももう一つ二つ過去問が解けますので、えー、まあ文の途中ですがですね何問かこの入門講座の中でもですねこういった過去問考えていきましょうというまあコーナーがありますので、まあ、そういうのも復習の時にはやってみてください。今回こういうい形で、えー、失礼します 小さい字とちょっと横の方にですね、えー、答えがあるので、まあ、これがどうしても見えてきてしまいますね。えー、この講座の中でも難問か過去問ということで、まあ、実際にその文が誤っているか正しいかっていうので判断してもらうので、えー、冒頭に示したようにこちらですね、えー、解いてみましょう過去問ということで難問かでも紹介しております。まあ、実際にですね、えー、やっぱり と私の話聞いてるだけでは何かイメージきつきづらいと思うのでそれが直結してね結構カゴモンって解けるっていうことを実体験してほしいのでまあ今回こういうちょっとコーナーを設けましたのではいえ2018年まあ入門コーナー解いてみようカゴモンということではい考えてみましょうこれはテキストに記載されている問題と全く一緒ですのでまずは1問目ですねこれ実際に2013年の管理業務主任者の問いの4番の足の1番で出てきましたというところです。問問題題としてはこういういですね マンションの専有部分、甲について、えー、この試験問題においては、えー、101号とかあの特定して記載されることもありますし、えー、それから、えー、甲というねちょっと架空のものを加えることがありますねちなみに専有部分とは部屋のことですねマンションの自分が持っている部屋はい、それについて区分所有権を有する A が甲を B に売ったまあ簡単な話、えー、A が B に売ったんですね その場合その旨の移転登記がされない限り B すなわち勝った者は項についてこの区分所有権を取得しないこれが正しいか誤ってるかなんですね。ちなみに4択となりますが結局この4つの中で1つだけ正しい文があるんですよ。あるいは4つの中で 一、えー、つだけ誤ってる文があるそれを探し出すことあるいは時と場合によってはその正しいものを四つの中でいくつあるかって探せってあるんですがねまあ一つ一つの文が正しいか誤っているかその時の目線としていや文の中でいやここ違うだろうというところを発見するとこれ誤り以上ですというところなんですねはい見てみましょうはいこの文の中では確か前提知識というのはこうありました契約が結ばれたら、えー、ですね売った買ったというのも一つの売買契約ですがこの時考えますと 契約が成立した時にそうですね原則としてそうすると契約成立すると A から B に移るはずなので登記移転登記がなされない限り B はその項について所有権を取得しない、A、となるといやいやいや契約は成立したら取得するので登記は関係ないよね といいう判断につながっていくだからここのところですね、えー、移転登記がななされれいい限りりう点でこれは誤っておりま,すまあ理由も踏まえてね、はいえー、考えてみましょう契約は意思表示のガチで成立するのでまあ売ったがっていう点でまあ意思表示のガチがあるんでしょうまあ少なくとも移転登記などは求めておりませんので、えー、意思表示の成立で、えー、ガチで成立し特約がなければこれは効果が生じますまあ所有権が移転するということなんですね。 そこでもう一つこのまあ問題を解く時の目線なんですがここに書いてないことすなわち特約に関してはとことも触れていないですね例えばこういうことも成り立つんですねえ2人の当事者の中で売り主・買い主の中でですね売り主と買い主で登記したときに所有権が移転したものをしよう。 という特約を踏まえてるんだったらこれは正しいとなりますがえ何も書いていないいてな以上はそういった特約はないこのえ特に民法の問題に関しては特裁委はですねえ特に記載のない限りは特約がないものとして考えて正誤の判断をしてください。これ一つえー重要ななポイントとなりますえ問題を解く際にはですね勝手に自分の中で特約を想定しないということはですね一つ 注意点なんですが特に不動産関係の取引をされている方とかはですねほとんどが特約で動いていててるるので経験則を持ってくると結構失敗することがありますですでのであえてまあ不動産取引とかあるいは少し民,民法を勉強された方なんかはですねなぜこの時にこの自分らのケースは所有権が移転したか。 当期の時あるいは自分らで決めた時あれは特約なんですよっていうことでまあそこはちょっと意識してみてくださいでないといつまでたってもあの教科書的な勉強せずに経験則だけでやると結構点数伸びませんのでねその辺は意識してんでなぜ最終的にはまあ自分らのケースは特殊で特約を入れてるから違う時に移転するんだっていうところも考えながらね進めていただければと思いますはい成語としては以上を誤りとなります はい、こういった形で、まあ、時折ですね、えー、この過去に出題された問題を、まあ、生後の判断していきますので、まあ、その辺ね、えー、踏まえて意識も出会っていただければと思います。はい、ではテキストの方に戻って、えー、この民法においてはですね、まあ、先ほどの、えー、まあ 契約の中で多数のまあ、よく行われる契約に関してはですねまあ、もちろん契約ですから自由ですけれども何も取り決めなかった場合に備えてまあ、いくつかこういう契約の場合は典型、まあ、的なルールを置いておりますっていうことで、えー、示しているのが、えー、っと9ページのの2番主な契約の種類としてあります上から順番お題だけですいません売買契約とかそれから賃貸借契約とか受け負いとか次のページになりますが10ページですね 委任とかとかありますでえー、もう少し民法上では多くの契約を記載されておるんですが、あのー、今回の4つ挙げました売買とか賃貸借とか請負とか特に最後の委任というものはですねマンションを管理する上で結構買わされる契約なんですね。で 試験においても多数出てきますし本講談になりますと売売買買ににになっったときそののの契約の基本ルールーをちょっと細かに見ていきます賃貸借に関してもかなり細かく見ていってそのしかも賃貸借に関しては土地や建物の場合は他の法律との兼ね合いすなわち借地借家法との関連を踏まえて進めていきますので。 かなりボリュームがありますが、えーまあ、その辺はね、まあ、試験でも、まあ、どちらでも、えー、と1問2問3問程度の値、ね、下があるところですねそれから、えー、数は売買や賃貸ほど多くはありませんが請負ですね、えー、それから次のページの D 委任ですね。で特にあの委任とか請っていうのは 管理委託契約そのものなのもなであのよく行われるというよりももうズバリの行為なので、まあ、その辺法律構成を知っておかなきゃ、まあえー、ちょっとズレが生じるところがありますのでね、はいまあ、そういったところも本講座の民法でいきますがここちょっとざっくり言っていきますと実を言うと、えー、この A の売買も賃貸も請負も委任も全てこういう共通項があります。すすででににやったんですがどの契約においても 自由ですので「結ぶ結ばない」はこれは自由です強制されることはありませんそれから中身についてもし当事者でえ決めておるのであればその当事者のルールに従ってもらえば結構です賃貸借になりますと多少規制を受けることがありますけれどもねはい受け負も自由ですねはいえー委任も自由ですでしかも契約成立にははいこれ何が必要でしたかねこの場合は賃貸借も受け負も委任も結果的にですね 意思表示のガチこれをもって契約は成立しまあ売買だったらそれを売ってくれ買ってくれでしょうね賃貸借だったらそれを貸してくれ借り,、えー、借りたいから請負いの場合だと、えー、これは請負いという、まあ、イメージするのはここを工事してくれっていうのは典型的なものなんですが、えー、これ工事するいや高いからダメだってこれ契約成立しないですねあくまでも意思表示のガチ、えー、お互い納得の上で意思表示が合致すれば成立します。委任これはですね事務仕事をやってくださいっていうものなんですね。えー、すいません 我がマンションの会計管理をやってください我がマンションの、えー、そうですねあの事務的なものをもらってください、まあ、これが意味なんですけれどもこれもお互いに保持した時ですね。で1つ目の共通項というかこういう原則で見たように意思表示の価値で成立します,すなわち、まあ、この時点で書面制などが要求されるというとこれ実を言うと誤りなんですね。 それから例えば売買契約と出てきて、その物を引き渡さなきゃ契約が成立しないというとも、もこれも誤りとなります。この辺が原則で大切なところなんですね。契約成立はもう一度見ましょうかね。8ページなんですけれども、意思表示の合致で成立するっていうところね。まあ、こういうのをま基本としてやっぱり原則の方が大切だというところです。ちなみになぜこの原則を忘れてしまうか。 言うとやっぱり民法では数ある契約の中で物の引き渡しを要求される契約も中にはあるんですよ例えばただでの貸し借り使用貸借というんですかねそういうのは物の引き渡しを要しますだから一常時のガチだけでは契約成立しないっと言えばその通りなんですね。それから書面これを交付しなければ、えー、まあ、正確に言うと書面または伝辞的記録となりますがこれを えー、まあ、作成。英語をしなければ契約成立しないっていうのもあります。これは保証契約ですね。民法上においてはですね。 はい、こういう例外あるんですが意外とその例外の方が少ないので、まあ、基本である思用子の合致っていうところ、まあ、これをもって契約するという、ね、原則の方はとはぶれないで見てください。で、まあ、一つ一つの契約に関してはこれは本講座の中で見ていきますが一つ見ていくとなると10ページちょっと見ましょうかどうしてもマンションの、ね、管理と密接的な関わりがある契約だからですね。はい、委任としてあります えー、委任契約とはある人がある行為、えー、委任事務の処理を相手方に委託してかい、えー、ごめんなさい相手方がこれを承諾することによって成立する契約あの堅苦しいこと言ってますが意思表示の合致で成立すすると言っておりますで委任契約は報酬の支払いの特約がなければ委任者は報酬の支払いを請求することができないのが原則です。ここででですねねルルールなんんかが載ってるんです、ね 典型的なものとするとここに登場人物、受任者と委任者と出てくるんですが、受任者、えー、依頼を受けて事務処理を行うので、これが典型的な管理業者ですね。もう典型的なものだと思ってください。マンンションの管理業者ですね。はいえー、一方、委任者、まあ頼む方なので、えー、管理組合ですね。 どういうことを頼むかっていうとすいません、まあ、こちらの管理業者の方に委託してですねすいませんが区分、えー、一人一つの住民さんの方から私たちが取ろうとすると払ってくれない人もいるのでそれから遅れがちになりましので、まあ、一括してすいませんけれども徴収してくださいとか。 あるいはその徴収したものをまあちゃんと管理しておいてください。そして何に使うかということをですね、まあ、えー、無駄のないようにちょっと計らってもらえませんか。清掃だったら清掃にいくら使うかとかっていうちょっとねそういったものも。 考えていくこういうのがもう典型的な委任なんですね。もちろんただではやらないでしょうがこれ基本的にはもしいくらいくら欲しいんだったらやっぱり契約の時に決めといてくださいっていうものがあるのです、ね、これがまあ原則として報酬の支払いの特約がなければ請求できないっていうところにもあります。委任の中身でですねで 結局この委任というのがマンションの管理の現場においていまあ結ばれる管理組合と管理会社での契約が多いですというのでね、まあ、これはまあ相関図がありますので、まあ、参考にしてみてください。で実際にはどういうところが試験に出るかっていうとですね、えー、先ほど言ったように、えー、委任契約といいうううののはどういう形でで成立しますか意思表示の合致ですそれからお金に関してはどうですか 何も特約がなければ報酬の支払い請求権はありません特約結んだらありますということでね、えー、出てきますその他にも細かいことは出てきます委任契約を結んだ場合この受任者すなわち管理業者の方としてはどういう責任を負いますか自分のことの責任では足りません人様から、えー、委託を受けて事務を行うので自分のこと以上すなわち善良なる管理者の注意義務を持ってなどなどねそういうところをまあ実際にはこの契約結んだ時にはどういう義務は負うか っていうところなんかを見ていくことが、これが民法の具体的な勉強のところでしょうかね。はい。で、まあ、よくこういうものをですね、全般的な規定とともにですね。えー、各、まあ、各々の契約はこうなってますっていうところもね、踏まえてよく民法の格論と言ってますが。そういうところももちろん対象ですが、今回少し突っ込んで勉強していきたいのは。総論部分、その契約から生ずる、まあ、トラブルですね。結局ですね、契約が成立して、何の問題もなければ、何のトラブルも起こらない。 らの解決もいらない、なすなわち民法いらないんですけれども民法の目線とした何らかおかしいなものであった時の解決法が結構載ってるんですねそれが次のページからの11ページからのね、えー、契約の有効性というところを見てくださいはい、11ページでですす。ね。契約の有効性です、はい、まずこの契約に関してはその契約は無効ですよっていうことと取り消し対象ですよいうこと とといいうことで2つの考え方がありますはい、結論を先に言っておきますとこの「無効」というのはですね契約が当初から効力を有しない、えー、ところが逆に「取り消し」とは、えー、契約が一旦有効に成立しているものの、えー、取り消しという意思表示によって初めから「無効」となりますというものですね。なんのこっちゃなんですが、まあ、簡単な話ですね一度契約が結ばれますね。 こここでもしそに意思表示のガチがないというのはこういうのも含めます。えー、表示はちゃんとあって合致してるんですが石がその表示とずれてるっていうのも意思表示になっておりませんのでまあ先ほどのまあその中には意思がないものも踏まえてね酔っ払いの行為なんかはこれ意思表示ができない以上はこれは無効ということなんですね。ところが ちょっとおかしな契約でも基本的には意思通りの契約を結べは意思通りの表示をしてそれが合致すればこれ契約成立なんですね。でもし契約成立するとどうなりましたっけ、まあ、売買契約でいきますと売り主・買い主で見ると買いい主はお金払わななきゃいけないですねそうすると、えーまあ、権利義務が発生しますのでこ、えーまあ、この義務が消えないわけなんですね。 契約が成立していない、まあ向こうであるとそういう権利義務が発生しないとつながっていきますが、こういうケース考えてほしいんですね。一つ目が売買契約一つ売ります買いますの中で、じゃあここに売り主がいました。妙な壺持ってると思ってます。買い主が出てきました。その妙な壺を欲しがってるんですね。その妙な欲し壺はなんで欲しがってるかっていうとですね、はい。 こっちがこういう風に言ったね、売り主のこの壺ですね玄関先に置いてと必ずあなたの病気が治りますすいません旗から見ると高いように見えるんですがこの壺はい50万円もう格安です買いませんかって打ってくるんですね実を言うとこの壺がそんな、えー、病気に行くなんか真っ赤な嘘なんですがいわゆる騙したんですねはいそれを受けて買い主となるものがどうしたかっていうとえそれ玄関に置いておくとその病気が治るの だったら五十万円だか安いもんです。はい、そのつぼ五十万円で売ってください。そこで売ります買いますの。形は決まりました。石。らしきもの表示が。とりあえず上がってします。そこで意思考えてほしいんですが。はい。実を言うと、この時点、えー、売ります買います。えー、売る方はそのつぼ五十万で売る気満々ですね。買う方も実を言うと。 騙されたにせよ、その五十万円で効くか効かないかの、わからない、その壺を五十万円で買おうという意思は持ってるんですね。はい。実を言うと、この、えー、いわゆる詐欺商法なんですが。有効か無効かの判断の中では、すいませんが、これ、有効になってしまうんですね。意思表示が合致しておりますので。それ、少しテキスト順番逆になりますが、意思表示の取り消しのところ見てる。い 石、えー、用品のお気が違った場合に原則として有効に成立しますが石を形成する過程に瑕疵があった場合どうなるかまあこれ結論でいきますとこのまあ例はさすがに壺じゃなくて、えー、土地のことを言ってますが金利の開発に必ず地価が高騰するという騙されてここですね騙されて、えー、相場より高い、えー、価格で売り主の土地を購入した。 この時なんですがすいませんけれども意思はちゃんとあるんですねで、それを表示しているので、えー、これは結論だけで言うと次のページとなります、えー、結果的に有効であるからこそ後で取り消してくださいとなりますはい。えー、このように可視がある意思表示がされた場合まあ、これ詐欺なんかが典型例なんですが、えー 詐欺などが典型例ですが実を言うとその意思表示は有効だからこそまずここで「えー、有効なので後で実際に取り消してください」となります。ということは試験の目線で言うと騙されて購入した場合 この契約は無効かと言われるとこれ答えで言うと誤りになるんですね有効なんですけれども後で取り消すことができるこれなんでこういうややこしい規定にしているかというとですねあの世の中いろいろなパターンがあるだろうということなんですねまあ、例えばそのツボを50万円で売ったまあ、こちらのどうしても僕分かりやすいね壺を50万円で売ったで、えー、買ったんですでこれ病気で効くんだったらっていうので買う中にですね確かこの人生活に困窮してる 飼い,うう、ね、い主から見て売り主とは慌んでるってわけではな昔世話になったりしてですねあこの飼い主の方からするとあ売り主さんかわいそうなんだなっていうふうな形で見るとですね、まあ、この際聞かなかったも50万円だったら払ってもいいかっていう気持ちがある人もあるんですね。だかからここれ一律契約なかったことにせず とりあえずまあまあいろんな事情があるから有効にしてしまいましょうという目線なんですねところが本当に騙された人だったらもうこれ絶対的にこれこの人救いたいですね詐欺師からそのためにまあこの人の意思発動を持ってですね、はい、取り消したければ後でその契約は実を言うと詐欺によって買わされて騙されて購入したものなんだからこれは取り消させてください。そうすするとと取り消すことによって、 初めからなかったものになります。こういう構造をとってますね。ということは、まあ逆に言うと、騙されて購入したものもほっときゃ、これ有効のままですということなんです。が、逆に。こういう場合は、向こうと言わざる得ません。えー、っと、映画、まあ、その壺を売ったんですが。勝手にですね。あのー、こっちの売り主さんの方はですね。この壺、まあ、どう見ても5万円だ、5万円で、う、えー、まあ。 売りたたかったんですねところが何の噂を聞きつけたかこの飼い主の方が勝手に思い込んであのツボは病気に効くと勘違いしたんですよだから飛び込んでいったそのツボ50万円で売ってくださいって言った、まあ、売り主としては「はあですよねでも50万円で買ってくれるからいいかっていう感じですこのケース、まあ、言葉で「錯誤」と呼んでる勘違い「錯誤」と呼んでるんですが50万円で買う。 と思ったのはあもちろん聞くという風なことを前提なので実を言うとそこにですね、えー、意思と表示にズレが生じてる可能性がありますもう少し分かりやすく言うとですね、えー、こういうのもあるんですねこちらにツボがあります2つ壺はあるんですが1つのツボは効くんです1つけないツボがあるんですこっちを聞くと思ってこっちを書いていって,言って完全なこれ勘違いですよねこういった場合なんかは 意思と表示がずれているというよりも合ってないと言わざる得えないのでこういう勘違い、えー、すなわち錯誤のケースは花から契約が成立していない前のページですね11ページを向こうと言わざるをえないとしております、はい。この典型例なんですがね はいえー、このように外形上意思表示が合致したとしても表示した意思に対応する内心の意思がないこういう場合は意思表示となっておりませんので無効、えー、とな,、まあ、なる場合があるんですけども無効、えーまあ、ということとなります。もうこの,この錯誤ですね錯誤のケースなんかはこれは無効、えー、となるでここでですねあの実際にそれが錯誤かどうか、まあ、ごめんなさい錯誤となって無効となりうるかどうかっていうのはこれ最終的な 裁判で決めるんですが、少なくともこういうことは言えるんですね。騙された場合というのの無効はつながりません。逆に、錯誤、勘違いとして取り消しというのはつながらないですね。そこで、まあ、試験的な目線です。あのどこまでで、えー、だ騙されたら、えー、どこまで勘違いしたらってあるんですけれども、少なくとも錯誤、勘違いの場合には、 取り消しではありませんのでそこは理解しておいてくださいっていうことでこういう出題ですねここも早速ですが問題やりましょうねはいパワーポイントに切り替えていきますはい失礼しました少し分長いんですがこれ言いますね さすがにツボでは出てきません管理委託契約を締結した管理組合法人、まあ、組合の中でも法人にする場合が、まあ、組合だと思ってください、えー、を代表する理事 C がマンション管理業者 B、えー、すなわち A と B とで委託契約を結んだんですねところがその管理業者 B を他のマンション管理業者 D であると誤認してすなわちこれ完全に勘違いしているわけなんですね。人違いななんかが典型的なものです して、本件契約を締結した場合、はい、C すなわち契約の当事者となっているこの、C、理事 C が誤認したことについて重大な過失がない時は、まあ、ちょっとこの辺言い回しがはてなですが A はここですねキーワード錯誤を理由として本件契約を取り消しまたは解除することができるとあるんですがツッコミはここだけですね。 解除とあるので、えー、ごめんなさい作後、えー、とあるので作後とあるのでそれを理由とするならばこの契約は取り消しとか解除ではなくていや無効だろうっていうところなんですね。ですのでこの文としては「すいません」作後を理由とするんであれば「すいませんがこの契約は無効です」ですから「取り消しとか解除」ということではありませんっていうことなんですね。 作法による契約は取り消しや解除ではなく無効、まあ、対象としたら無効となるんでこういう分となりますと、まあ、この辺ですねで民法の1つ目線とするとですねあの最終的には、えー、かわいそうな人を救いますが救う時の武器が結構大切で先ほどのように騙された場合は武器は取り消しというのを使ってくださいということなんですね。 一方勘違いしたときは使えないこともあるんですが使うんだったらすいませんが向こうという武器を使ってください結局その分が誤っているか正しいというところのよくあるパターンとするとその武器を入れ替えてくることが多いんですそういうのを意識するとその分が正しいか誤っているかという判断のまあ一つの材料となります、はい、今回まあポイントとしては錯誤、まあ、勘違いを理由としているのであるからすいませんけれども今回は 取り消しや解除ださいだから文としては誤りだ、まあ、こういう解決というかですね方法をですちょっとまあまあ回りくどいといえば回りくどいんですが逆に言うとまあ裁判になった時にまあきっちりこいつはこいつ,こいつは悪いそしてそいつに対して損害賠償とかこの契約をなかったことにするっていうことはあの法律構成をしっ しっかり誰が見てもその理屈でいけるようにしていかなきゃいけないですね。だから多少回りくどいところがあるのを。まあ、そのうち慣れてきますのでね。まあ、使うべきなんかを意識して進めていただければと思います。はい。 えこれは本講座も同じなんですがえ2時間半のまあ講座の中で中ね約10分程度ですがえ休憩を入れてそして後半と進めていきますのでまあ前後半の中でねえまあ少し頭え新鮮な空気を入れながらね休憩を取ってそして後半の講座に,に備えてください。では前半以上としてえ休憩を取った後後半進めていきますででは一旦休憩です。